ダイムラートラックスのオスアメリカはドイツの自動車メーカーであるダイムラーが所有する北米の商用車メーカー。以前はフレートライナーであった。アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドに本社を構える。1981年ダイムラーベンツ AG がフレートライナーの所有者であるコンソリデーデッドフリートウェイズから購入。 コンソリデーデッドフリートウェイズ培ってきた技術リソースによって次の10年間で自動車販売台数は2倍に増えており1992年に北米でのトラック販売で首位に立っている。また1990年代は押越コーポレーションのシャーシ部門を買収し社名はフレートライナーカスタムシャーシスコーポレーションへと変わり同じ年に財政難に陥っていた。 消防車メーカーアメリカンラ・フランスを買収。1997年は、フォードモーターカンパニーの大型自動車部門の買収を行っており、その後、スターリングブランドを立ち上げている。1998年には、スクールバスメーカーであったトーマスビルとバシーズの買収を行い、2000年には、ウェスタンスターを買収し、ウニモグのオスアメリカの設立を行っている。アメリカンラ・フランスブランドは、 他社へ売却され、スターリングブランドは2009年に廃止。2007年に行われた親会社のクライスラー売却により、ダイムラークライスラーからダイムラー AG へ社名が変更され、フレートライナー LLC はダイムラートラックスノースアメリカへと変更が行われた。ありがとうございます。